皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年11月24日21時3分、最近のニュースでですね、政治家の方の、何々会が、何十万、何百万、何々会が、一千何百万だとか、そういうふうなことで、起訴されてるような東京地検ですかね、東京地方検察庁の方ですね、そういうようなニュース、ごめんなさい、東京地方裁判所の方ですね、そちらの方だったと思います。ちょっとね、もうニュース、あんまりたくさん、僕もこんなにたくさん、本当無理なんで、テレビの大切フェイクニュース、マジでしょう。で、それも昔からあるんですよ、実は。人口の話、本当の話が出てきたときに。で、神戸大学のものが、教授が訴えてることになってるんですけども、神戸大学の教授が、ね、久本神戸市長、フルネームが、久本吉蔵か木蔵、喜ぶ作るって書いて、いらんもの、作ってばっかりの人。その腹心。これもう第三国が調べないと絶対無理だと思います。本当に。もう分かっていただいたでしょ？今まで昨日と今日 YouTube にアップロードした内容を聞いていただいた方。状況。世界中の。日本中の。無理ですよ。この体制。絶対滅びます。急にエネルギーなくなって。輸入が止まって。まだ信じない人いるんでしょ？ガンダムの生みの親、富野さんの言葉だったら信じます？あの人は現役の頃、残り80年って言ってたの。石油の採掘可能埋蔵量、先々掘っていく部分も含めて。もう今、54年分、ガス49年分、世界的に技術的採掘可能埋蔵量。で、それでも、ちゃんと計算式見たら、消費量、コロナウイルスの時の消費量じゃなくて、コロナウイルスが発生しなかった頃の消費量で見ると、その渡航制限かけてた時じゃない時、要するにみんなが往来してた時ね。海外と。だからそこの消費量で見ると、100億キロリットル足らないの。1キロリットル1000リットル。で、2011年か12年それぐらいの頃が、残り技術的採掘可能埋蔵量が59年分だったんです。で、そこから、10年ぐらいかけて、世界中で先進諸国を主に自然再生可能エネルギーを頑張って普及させたんです。で、電気自動車マジで。で、全電力の自然再生可能エネルギーの占めてる割合は、もともともう 5% もほとんどの国なかったんです。まず。で、ほとんどの国で 10% ぐらい上積みしてきたんです。だけども、3年引き延ばせただけ、石油の採掘可能埋蔵量。じゃあね、我々輸入国ですけども、輸出する国に自分がなったとして、ギリギリまで売ると思います？ガス、石油。売らないですよ。なくなったら自分たちが死ぬんですから。車とか全部動かなくなって、ね、電気だって発電できなくなるんだから。原発だけで足りるかって言ったら絶対無理。全然足らない。全く足らない。で、スーパーマーケットに食べ物並ばなくなる。で、そんなこと昔から分かってたの。僕は二十歳ぐらいの頃から、フルツーラーパークで。で、もうそういう話になってたから、世界中の政府上層部の人たちとか集まって。で、僕もテレビ局に提案して作ってもらったの。このままだとどうなりますかって、コンピューター、そんなに AI 信じるんだったらコンピューターにシナリオ表現してもらったらいいって。コンピューターの回答は人間を滅びますって。もうコンピューターグラフィック付きで、だんだんどうなっていくかっていうところ。一応、その人間が食料を奪い合いをしてるような、えげつないところは省いて。で、だんだん、天空の城ラピュタとか、ああいうふうな話と同じ、コンクリートの建物だけがこう残っていって、こう、ね、木とかが生えていって、周りもちろん人なんか映ってない。それをコンピューターグラフィックで描いてるの。そこから何千年後とか、あんなも何千年もかからへんから。石炭採掘していた軍艦島っていうところ見たらわかる。あそこは第二次世界大戦の頃ぐらいまでは採掘してるから、その後も採掘してたんじゃなかったかな。で、いつ閉鎖だったか忘れましたけども、正式に。だってもう木生えてるもん。
でも僕この辺とか歩いたり、いろんな河川の撮影とか行ってるから、どれぐらいで木生えてくるかとかわかるから。かからんかからん、あんなに時間かからん。まず、いろんな葉っぱとかが飛んできたりして、そこに堆積されていって、そこから草とか生えてきます。そこからまた、木が生えてくるところは木が生えてきます。そういうこと。もともとの木とかね、根っこから続いて生えてくるところは生えてくる木がありますし、竹と同じように。で、だから僕が言ってるのは、その神戸市もそうなんですけど、兵庫県とか、その政府全体の変な癒着っていうものをしっかりと解除して、解除っていうか、その、もうそういう人間関わらせない、選挙で投票しないような形にしなかったら無理。で、結局、建設業界を取り締まらなきゃならない。昔はゼネコンを徹底的に取り締まっていた。で、テレビ局で一向にそういうニュースを放送しない。テレビ局は組んでいたから、お金稼ぎで。明け暮れて。で、最初から最後まで阪神・淡路大震災の被災者利用してた。これが事実。淡井圭介、利用されてた。どうしましょう、本当に。もうこれ、一応世界中への SOS ということでも扱わせていただきます。多分他国が入らなかったら無理なんでしょう、きっと。まあ、これで次回の選挙に備えて、皆さんでいろいろと考えていただいたらいいんじゃないですか。その、選挙に立候補する人がね、結局党がどうこうじゃないと思うんです。立候補する人はどういう人間なのかどうかっていうところで物事を見て、で、そういうことを公約として、党としても個人としても掲げているかどうか。建設業界にもう仕事回さないっていうことをはっきりと述べれるかどうか。もうそれぐらいはっきり言ったらいい。行政も回さないって仕事をって。回すのがあるとしたら、ダム、老朽化したダムを再整備したりだとか、本当にまあ、正直、烏原の水源地のあのダムも、上の方からこう撮影した時のあの下の方の水道、あの石のね、水道管、あれどうなってるかわからない。まだ稼働中なのかどうか。それわかる人じゃないとわからないでしょうし、あれいつまで持つのっていう疑問はありますね。それなりの水圧は絶対ありますよ。まず間違いなく。あれだけの水の量ですから。水深は浅くてもね。2メートルとかそれぐらいしかないみたいですよ。ただ、下のその、石の配管のところは何十メートルも下でしょ？ 30 メートルぐらいは絶対ありそうじゃないですか。じゃあ水圧、中に水集まってるかありますよ。絶対トーンありますよ。上からの水圧も込みだから。だから、その、公共工事って言われてる内容で、街づくりなんていうものを加えちゃダメだったんだと思いますよ。IR とか、ああいうものね、複合施設。もう作ったところで十分。これ以上作る必要がない。で、誰が社会を壊してきたかっていうと、大学、大学生、学歴社会、パッパラワーがずっと出来上がるから。ハーバード大学とか留学してる人たちのこと。海外との癒着が始まる。海外から見たら日本の大学とかに留学してきた人。もう今帰ってもらったりしてるから。無理だからって。介護なんか自分の国で覚えたらいいからって。日本まで来て覚えることじゃないよって。あ、自分の国のこと何とか頑張らなかったらもうどうしようもなくなるよって。自分の国、ここで、この国で稼いだら稼いだで、自分の国帰れなくなるよって。帰った時、浦島太郎さんだよって。男性も女性も。言われている意味わかりますかっていうこと。自分の国でできることは自分の国で最初からしといた方がいい。先輩後輩とかやっぱりあるから。で、大学行った人間、海外行った人間が、東大出席の人間がカジノ誘致とか、喜んでね、そこまで行って委員会とか出したら、ベラ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 言い始めるでしょ？笑いながら。
髪の毛見たら髪の毛染めてる。ね、言った通りでしょ、不良化してるって。もう絶対そうだから、昔から。気抜きすぎなの。海洋基本法すら守れないような人が何が東大主席なの。無理だよ、そんな人間。お金どんな使い方するかわからないから。みんなの税金。じゃあね、君誘致してね、5000億、三井住友銀行から借りて、それ経営判断したらどうなるか分かってるって。みんなの税金よ、補填するの。こんなにあっちこっちで何千億も使う話なんか進められたら無理に決まってるじゃない。高速道路でもうすでに使われてるから。作りっぱなし。阪神淡路大震災の後も。で、あの僕の、河川の撮影とかに行ってる地図なんですけども、あれがね、まあ、2000年ぐらいの頃かな、2004年かな、それぐらいの頃の地図。だから、千狩ダムのところなんか、高速道路なんかもともとなかったし、あと他の場所もいつの間にか、リギュアと。で、そこは、有馬温泉の近くのところが、有料道路の話じゃないですよ。高速道路みたいなのがあるんですけども、こう、全然車が通らないっていうね、撮影しながら言ってた。すごい高い、高さの。全然社会のこと分かってない人間が大臣とか本当になってる。これがこの世の中の実態。エネルギーの残存量問題とか本当に分かってたら、金の誘致なんか絶対言わないから。税金とか消費税のこと分かってたら。ね。頭なんか良くないの、大学行った人。みんなの税金使って大学なんか行くぐらいだったらすぐに社会に出ようかって、これぐらいの気持ちの人間の方が強いって。賢いって絶対。大学作るのにエネルギーいるんだから。建物を建ったりするのに重機使ったり使ったりしてるのに、それ見えてないんでしょ、現実が。建築資材運んでこなきゃならないんだから。それでもガソリン減るし、重機動かすのでもガソリンがいる。もうめちゃくちゃ。建築業界の人、半分以上の人が降りてもらわなかったら無理、この世の中。引退してもらわなかったら。もうそんなに働かなきゃならない世界じゃなかったっていうことで、理解してもらったらいいの。自由な時間が手に入れた、正しい、まあお小遣いは少ないけども、まあこれでいいやっていう世界で納得してもらうしかない。その世界の方がまだまし。もう車売ってしまおうの世界の方が。仕事降りたしって。もう日本中ほとんどのとこ電車バスとこで行けるから。そうすれば車生産しなくて済む。車を生産しなくて済むっていうことは、火力発電所のガス発電とか止めれる。なぜなら今年の5月、愛知県の、トヨタ自動車はね、愛知県に豊田市っていう市があるんです。もともと自動車業界は何十社とあって30社ぐらいあったの、昔。で、それが軒並み倒産したの。で、行政でまとめたの。そんなに過剰競争になったら無理だから。販売競争になるから。で、トヨタの工場とかね、まあ他の工場もいっぱいあると思いますよ。ゴールデンウィークの時に、ね、工場止めたの。そしたら自然再生可能エネルギーだけで 86% の電力賄えてるの。工場とか働いていたことあるから知ってるの。工場がどれぐらい電力使用してるかっていうこと。で、また、アーム社だと思うんですけども、わからないけども、自動車の、ライン工場でね、ずっとこう、手のロボットがこう動いてるでしょ。あれ、ものすごい電力必要なの。あれを作るのに、このね、アームのロボット作るのに、ものすごいエネルギー消費してるの。そんなもん、ネジ止めぐらいね。もともと車なんかあんまり作らなくていいんだから、くるくるくるネジ回してはいいんですよ。本当に。で、本当に固く締めなきゃならないところは、パイプをね、まあ、ボルト締めるときでも、十字のね、こんな電池とかあるんですよ。回すところ。もともと。もともとそういう社会なんです。で、それできてたんです。もともと。だから IT 化とか科学だのなんだのって言い始めて、人間が動かなくなって、その分エネルギーの消費が増えてしまったんです。で、仕事がなくなった。ね？頭良くないでしょ？大卒の人たちって。
だから淡井圭介をテレビに出さないんだったら大学の世界ランキング、日本の東大は世界ランキングで10位以内はなしですよっていうことを世界に対して言ってます。客観的に見てどうですって、日本のしてることって頭悪いですよねって。で、日本で一番頭が良いとされてる東京大学は世界ランキングでね、もし1位なんかなってしまったらどうなると思いますって。世界中同じことしますよって。無理でしょ？エネルギーの消費が加速するから。もっと消費拡大していきますよ。で、世界中でも加速して、いろんなそういう風な社会が広がってしまった方。20何年前から淡井圭介言った何回か。だけども、みんな自分のお金稼ぎに明け暮れてる。だからもう家見たらわかる。高級車乗ってるかどうかで。その人が良い人かどうか。これがこの社会の実態。だってその車とか手に入れるのに、いろんな人の賃金ピンハネしてきたでしょっていうことになるから。あなたたちはずっと同じ会社に残って自分の基本給をせっせせっせと上げていた。ボーナスも手に入れていた。だけども他の人たちにボーナスとか払ってあげてなかったんでしょって。住居手当は、扶養手当はって、すんごい過剰競争。それだけでも個人情報保護法なんか作らなかったも、そういう社会が進んでいった時に多くの人は結婚する気力をなくしたりしてしまう。これが全て本当のことだから、だから、神戸市長とかもその辺のところも、もうバッサリ全然違う人とかに変えなきゃなんない。大卒の人とかを公務員にさせちゃダメなの。安倍政権の時に、ある程度のところはしました。一般社会の経験あるものが、まず面接に来ると。で、自分のキャリア、実績っていうものを示すと。大学はもうキャリアじゃないから、本当に。違う、全然違うから。そこの大学の近くに住んでる人たちがそこの大学行くだけの話だから。違う、エネルギーの残存量問題まで話聞いて、それでもまだ東大の方がすごいになっちゃってるんでしょ、頭の中。テレビに洗脳されてるの。じゃあね、第二次世界大戦が終わった後、アメリカと日米同盟結ぶときに東京大学何しました？テロ事件起こしてるじゃない、暴力団化して。だからそれが法制とかあるのに、法学部があるのに分かってなかったの。集団で集まって、ああいう風に暴力を実際に振るってしまったら、もうすんごい暴力団になってるから。乱闘、あの数で、絶対暴力団として認定される。法律があるんです。暴力団として裁判所に認められたら5年間仕事できなくなるんです。法律でそうなってるんだから。そんな大学世界中で10位以内に入らせてもらえるわけないじゃない。あいつらアホなんちゃうかって。自分たちから先制攻撃仕掛けておいて。で、その後、GDP 世界第2位？その実態は、土地と株価をごまかすだけごまかして、ずっと上げ続けていて、バブル崩壊？今と同じ。僕のホームページ、淡井圭介の歴の20番台のところに株価について書いてある。2万8000が上限だって、日本の株価。それは国力を示すものであって、海外の人が勘違いしてるだけだから、円安だから。円安だから今のうちに株買っては、買えば、優位だって勘違いしてる人。違う、全然違うから。そんなことで日本のね、株握ったからといって、そこの会社に働きに来られて無理だから。違うよって、そんな海外との往来増やされたら無理だよって。違うよって、今はもう違うからって。逆。自分の国をどうにかする方。で、海外には、今の先進諸国みたいに車みんなが乗り回すような社会絶対無理だからって。どうしても絶対仕事で必要な人だけ、あとは免許証は持っといてもらったらいいって。それでもし災害が発生した時に物流とかで協力してくれる人もしかしたら現れるかもしれない。もしかしたらいい。これいろんな人が免許証持っていて、それでごくわずかな人がそこに参加してくれるだけだから。だってもともと仕事ずっと働いていて車の免許持ってる人はその仕事があるじゃない。その震災が発生した他の都道府県、自分の仕事があるんだから救援物資なんかそんな距離行けるわけないじゃない。道路ボコボコだから往復で1週間かかるか2週間かかるか分からないんだから。
大渋滞発生するんだから。そんなん分からん分からん、そんなもん運んでみなかったらいつ到着するかなんか。こういう現実的な話ができる人間が東大生いないのよ。僕は言ったところで、それをパクって言ったところで、パクるっていうのは盗むっていうことね。言ったところで、あなたが経験したことじゃないでしょって。言われたらそれしまい。じゃあこういうケースどうなんですかって言われた時に返答できないから。想像で今度物言い始めるから。分かったふりして。もうそれで世界めちゃくちゃ。東大あがめてる人間が、またそれを信用するから。違うから。めちゃくちゃにしちゃけたの東大だから。日本の大学ランキングで真ん中がもっと下の方。だって暴力団化したんだから。で、その後、東大での人間が賢いっていう説を立てて、結局何が良いことができたの？僕からは良い提案を今までしてきました。ね、僕は仕事でどうしてもあんな山の中に事務所とかあるところは、それは車で通勤するしかない。絶対無理よ、あれは。秀和株式会社の北神戸店とかフルーツフラワーパーク。それあれはもう車で通勤するしかない。お客さんとして行く方はバスが出てる。だって早朝出勤とかあるもん。そういうバスとか、その当時もう岡場駅から出てたけども、早朝用のはない。だって一人とか二人とかしか乗らないのに、バスなんかいちいち走らせたらダメじゃない。それこそ車で自分で来てねえやん。その方が、ね、エネルギーの消費、ガソリンの消費少なくて済むんだから。だから車屋さんがこの辺にずらーっと出来上がった時点でもうこの辺りも全滅。分かってない人たちだらけになるから。で、こういうことを伝えても開き直るから。車が好きだからとか言い始めて。強せんよ、そんな話。大人のすることじゃない。もう車乗ったらみんな用事になる。最たる例は、ラリーレースとか見てね、勘違いして、競争するレース。ラリーって競争意味。ラリーってるっていうのは競争。で、現地の人たちとか巻き込んで、何十人、もうトータルで、もしかしたら何百人かもしれない。ものすごい人殺してるから。田舎の方の発展途上国の何にもよくわかんない人たち。村の方の人たち。その人たちの生活見たらわかる。車なんか乗っていそうか乗っていなさそうか見たらわかる。そんなエゴいことして、業務上過失致死として、トヨタ秋夫さん訴えられたのって。そんなニュース流れましたっけって。ホンダは日産は訴えられたって。で、こういう話をしていたら、喧嘩売りに来てるストーカー雇用批判の連中が現れる。で、いつも複数の人間で歩いて一人で歩く勇気がない。自分の名前と住所と電話番号名乗ってみ。ストーカー行為法違反と裁判妨害と挑発行為と威嚇行為や。世界のルール法律やぞ。自分で言ってみえる。自分で言えるか。わからへんで逃げようわ。大人のくせに。お前ら子供なんだよ。自分の名前名乗ってみろ。世間に公表してるよ。個人情報方法だけでなんとかなると思うなよ。無理だから。都政六法であるから。公文書公開っていう法律が。同じ奴らばっかり喧嘩売りに来よう。で、ああいう風な奴らが我が天下とか、我が天下戦国府に、参加してきて、で、ゲーム内でも嫌がらせしてくる。これが僕の置かれている、日々の状況。で、ああいうのはもういっぱいだから。一日。もう何件も。で、春山整骨院とかと組んでるから、あそこ L 業界。そういう奴らはもともと出入りしてるから。ジムなんかで言っても、何人も。もうそれ映像も持ってるから。以上、皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、もしかしてあの3人も大学行った方かもしれない。